点に到達が間近となりましたけれども、率直にですね、もう何回も聞いてるんですけれども、今の心境はいかがですか。そうですね、まあ今はだいぶリラックスした気持ちでいますけど、まあ、本当もう毎週間弱に始まりますからね。まあ、今のところまだ緊張感というのはまだないですけどね、いい感じでは持ってくると思いますけどね、気持ち的に。まあ、一応今回2度目のベイダーとのシングル対決というのがあるんですけども、はい、まあ、この前のチャンピオン会議の決勝では小林選手が敗れ、三冠王座決定戦では田辺選手が敗れ、今その我々ファンの頼みの綱は公式戦で勝ち星を収めた三沢さんということになってるんですね。まあ、2度目ですけど、ね、やっぱりチャンピオンカーニバルの公式戦の勝ちっていうのはね、まあ、ちゃんとした、まあ、集中力もね、やっぱり参加戦というかタイトルマッチほどね集中力を高められないもんなんでね、それで勝ったからって言って、まあ、息になってはいけないもんだし、まあ、本当にだから本当のシングルで戦うっていうのは今回が初めてのような感じだと思うんですよね。まあ、公式戦はまた違うものがありますからね、やっぱり、まあ、ベイダーもね、まあ、公式戦とはいえ1回負けてるんでね、まあ、気を緩めては来ないと思いますしね、まあ、だいぶきつくなると思いますけどね。まあ、でもやっぱり、まあ、立場的にはやっぱり俺自身がね、やっぱり、まあ、今はまだ負けたくないって負けられないっていう気持ちが今だいぶ強いんでね、まあ、その気持ちをどんどん高めていってね、勝ちに行きたいと思いますけどね、はい。まあ、ミスタートリプルクラウンと言われている、三沢選手なんですけれども、今回そのベイダーに挑戦するということは、今まで の, その三冠戦と意味合いが違うとしたらどういうところが違いますか。そうですね、まあ、今までほどやっぱり手の内が、ね、分かんない相手ですし、まあ、やっぱ昔だともう何回も何回も挑戦してっていうのが多かったですかね、外人とやる場合は。まあ、今回本当にもう、ね、シングルっていうかね、1対1が1回だけなんでね、その分ちょっとね、何だからベイダーの方も何やってくるかちょっとまだ読めないですし、ちょっとね、まあ、いろいろ考えるとね、やっぱりちょっとナーバスになっちゃうんでね、まあ当たって砕けろみたいなね、まあ、なるようになるだろうと思いながらね、やろうと思ってますけどね。率直にですね、チャンピオン会議の優勝戦とか田上さんの試合とかご覧になって、ベイダーという相手はどう思われますか。うん、やっぱり強いですよね、やっぱ瞬発力、まあ、力ももちろんありますし、まあ、体力的にもね、やっぱり総合的に言えばやっぱり向こうのは評価的には全然上ですしね。まあ、俺はね、やっぱりワインサードワークとね、やっぱり技術面では、まあ、上をいけるかなと自分で言い聞かせてね、やろうと思ってますけどね。まあ、スタミナもね、だいぶあるみたいですね、その 3% はね、小林と戦ってるのを見てるとちょっとね、総合的にやっぱりいいですよね。まあ、でも今までやってきたね、俺の自分を信じてね、戦おうと思ってますけど。名古屋ではかなりベイダーハンマーとか食らいましたよね。そうですね、まあ、一番最初にね、ちょっとパンチいいのが入っちゃったんで、まあ、その後もやられっぱなしだったんですからね、だから本当に一瞬の隙をついて勝ったようなもんなんでね、自分的には勝ちと思ってないんでね、まあ、今回は本当に勝ったっていうような勝ち方でね、勝ちたいですけどね。王道ジャイアン
アント馬場の突然の訃報から91日、全日本プロレスの将来を一心に託された三沢西春も今日この一戦の持つ意味を肌で感じています。力道山という山から染み出したプロレスという嫉妬心は世界の巨人ジャイアント馬場によって王道という大河になりました。果たしてこの大河の流れが三沢が率いる新全日丸にとって前途洋々たる大海原となるのか、あるいは荒れ狂うしけの大波となって襲いかかるのか。時代と人が変わってもいつもそこにはプロレスがありました。ジャイアント馬場が力道山から託されて大切に育ててきた究極のストロングスタイル王道プロレス。今日の三沢の三冠戦は三沢一人の戦いではありません。まさに王道継承、全日本の明日を背負った戦い、そのリングに、東京ドームのリングに今三沢光晴が立ちました。すでに控えるはチャレンジャー三沢光晴、これからチャンピオンを迎えます。全日本プロレス衝撃の初来日は今からちょうど1年前、ところは同じ東京ドーム。法廷戦士の旋風が全日マットに吹き荒れました。去年暮れの世界最強タッグはハンセンと組んで全勝街道大爆心、準優勝に終わったものの年を越してもパワーは全開。横浜港新プロ決戦、小橋健太をパワーで喝采、そして千鳥ヶ淵の桜の梶上半端で浅い 3.6 の日本武道館、田植明を完全制圧。ついにこの男は三冠タイトルの頂上を極めました。さらには春の本場所チャンピオンカーニバルも初参戦で初制覇。まさにタイトル総なめ全日10人、今第22代三冠チャンピオンベイダー東京ドームの決断。もちろんその手には三本のベルト、そして腰にもベルトを巻いております。ベイダーこの人です。もちろんベイダー、そしてビクトリーのグリルもあります。赤い絨毯を踏みしめるようにテレビ用の照明スポットライトを浴びながら、今ベイダーが三沢が待つ東京ドーム冒険にジャイアント馬場引退記念興行、明日の前日を背負った三沢が待つリングにゆっくりとゆっくりと歩を進めてまいります。腰に一つ、そして両腕に一本ずつ、三本のベルトを束ねました第22代の三冠チャンピオンベイダー、今宵が三沢を相手に初防衛ということになります。初防衛にチャレンジベイダー、今ゆっくりと鉄柵の中に入ってまいりましたベイダーです。190cm 170kg、 とどまるところを知らないベイダーのパワー、果たして今宵三沢が止めることができるのか。1試合前に労働プレイヤーズ BWF 会長より選手権試合宣言でございます。こんばんは。 Tonight's International Heavyweight ChampionshipFor the Pacific Heavyweight Championship and the United National Heavyweight Championship here at the Tokyo Dome between the triple champion Vader, United States of America, and his worthy challenger Mitsuharu Misawa of Japan. The winner will get these championship belts. This great event is sanctionedby the Pacific Wrestling Federation. どうもありがとうございます。この試合が三冠ヘビー級選手権試合であることが BWF ロード・ブレアス会長から読み上げられました。この三冠タイトルは今を遡ること10年前、4月の18日東京大田区体育館でジャンボ鶴田が三半戦を下してインター、PWF、UN の3つのヘビー級タイトルを統一したものです。そしてその統一戦以来
この10年でなんと今日が記念すべき60回目の三冠戦です。3本のベルトがベイダーから本部関ロード・ブレアース会長に返還されました。果たして戦いを終えてこの3本のベルトを手にしているのはベイダーか、それともこの三沢か。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。ラオコーナー挑戦者255ポンド三沢水原、王道継承、この存在が明日の全日本プロレス三沢光晴。ラガコーナー三冠ヘビー級選手権者370ポンドベイダー、王道粉砕皇帝戦士ベイダーチャンピオンです。ジャイアントは引退記念興行 5.2 東京ドーム三冠戦ミサー対ベイダー、まもなくゴングです。三冠タイトルが統一されて60回目の三冠戦は馬場のいない東京ドーム大会ということになりました。チャンピオンベイダー、そしてチャレンジャー三沢、馬場アシストも王道施設全日本プロレスの全てをかけた三沢の戦いが今始まりました。60分の一本勝負、ジャイアント馬場引退記念興行 5.2 東京ドーム大会三冠統一ヘビー級選手権試合、チャンピオンベイダー、チャレンジャー三沢です。序盤戦、まず両者注目していきましょう。まだコンタクトしません両者。グリーンのロングタイツ、日本人レスラー三沢光晴、背中、大きい背中がベイダーです。ベイダーハンマーを繰り出していきます。こうしてボールを変えました。エルボーまとめて打ったベイダーハンマー、距離を取ります。さて放送席はゲストに南原清隆さん、そして解説は週刊ゴングから竹内浩介さんです。まず南原さん、はい、注目の一戦だと思いますが、もうベーダーがですね、もう最初からマスク取ったじゃないですか、はい、もう集中力が現れてますね、もう最初から仕留めに行くぞっていうね、この試合にかける意気込みが伝わってきます、はい、そして三沢、この三沢も今日はいろんな意味背負ってると思います南原さん。そうですね、新しい全日本の第一歩ですからね、はい、ぜひ三冠ベルトを取り返してもらいたいですね。それはおそらく今日超満員の6万5000人の観衆みな同じだと思います。そして竹内さん、はい、今日の三冠戦はいつもの三冠戦と大きく意味合いが違うと思います。それとですね、はい、今ベーダーの、ベーダーの腰に秘めたベルトですね、あれは馬場さんが1965年に取ったインターのベルトでしたよね、はい、そのベルトがベーダーの腰に巻かれているということにね、やっぱり日本のファンは悔しさを感じますよね。そうですね、そういう面で今日の三沢はね、もう理屈抜けです、はい、勝つしかないですよね、その馬場さんが巻いていたインター、それからゆかりの深い PWF、 このベルトを取り返す、そして UN ヘビー3つのタイトルを取り返す、これが今日の三沢光晴の至上命題。そして明日の全日本プロレス王道を守るべく、三沢はいろんなものを背負って今日の戦いに臨んでいます。まず序盤戦、ベイダーがバックに回って引っこ抜こうというところでしたが、三沢これは大きなダメージは受けておりません。さてそういう勝負の意味では、竹内さん、ここはどこに見どころを置いたらいいでしょうね。これね、そのどっちがどの程度の段階で勝負をかけてくるかって非常に難しいところですけどね、はい、過去のデータをちょっと分析していますとね、三沢はやっぱり外人対決の三冠戦の場合ですね、大体25分平均というのはやっぱり圧倒的に多いわけですね。なるほど、ですから20分から25分ぐらい、非常にベーダーは最近のシングル戦を見てますとね、やっぱり15、6分時代、はい、この辺りが一つの勝負だと思いますね。なるほど、ベイダーアタック、お、これ三沢受けました。さあ三沢ロープを飛んだ、ベイダーアタック、これは倒れました、テイクダウンした三沢。その試合時間という話がありましたが、過去この2人は先のチャンピオンカーニバル公式戦で対戦しております。3月28日春満開、桜満開の名古屋大会でした。10分52秒、三沢が集中力を発揮して勝利を収めております。あっと、しかしベイダーハンマーの前にちょっと腰から砕けました。肉体自体が強いですね、ベイダーは。
これはいろんなレスラーに聞きますとこのベイダーハンマーこう丸田の棒で横っ面を叩き割られるような衝撃だそうですね。竹内さん、もうなんか小手先で打ってるようには見えるんですけどね、その体重から繰り出すわけですからね、はい、その破壊力はちょっと破壊しれないですね、はい、ただ1.15 横浜で小橋が敗れ、そして 3.6 田上が敗れましたが、三沢は3月にベイダーに勝っています。ベイダーアタック、そしてあーっとラリオとエルボーだ。放送席前ロープレイクです。三沢ここは落ち着いています。このベイダーはちょうど1年前の 5.1 東京ドーム大会で全日マット初登場、ハンセンベイダー組対小橋エース組で試合がありました。この時はハンセンがフォールされて敗れておりますが、その後去年の暮れ世界最強タッグではハンセンと組んで準優勝、横浜で小橋を粉砕、 3.6 日本武道館では当時空位になっておりました三冠王座決定戦で田上を下して22代三冠チャンピオンに君臨しております。今日が初防衛戦、キック三沢エルボーです。もう一発、3発目かわされた、おっとしかし後がありました。そしてセカンドロープ、コーナーから落ちました。これはダメージが心配です。あの状態から飛べると踏んだんですけどね、飛ぶ前に叩き落としたのはベイダーでした。これは恐ろしい戦いになりました。5分経過です。60分の一本勝負、そして鉄柵の外だ。ベイダーも波に乗らなる決意、お客さんと隔てている鉄柵へミサを打ちつけました。ご覧のように鉄パイプでできているこの鉄柵、ミサのダメージはどうか。ミサがペレッ、この東京ドーム大会はジャイアント馬場引退記念興行、ジャイアント馬場のゆかりのフライ、深いインターヘビー、それから PWP、そして UMB 三冠統一ヘビー級タイトルマッチ、序盤戦三沢苦しい戦いです。チャレンジャーの三沢、場外でこのかベイダー、三沢もこれはよーく耐えていますが、ハンマーを入れられたベイダーハンマー、三沢体勢が浮いた、はい、ベイダーハンマーです。ヘッドバット、そして小手、さらに小股に挟んで これは序盤戦三沢苦しい戦いですね。三沢も場外で踏ん張ったんですけどもね、やっぱりパワーが上回ってますよね。ジャンバルさんも数々のプロレスファイトを見ていらっしゃると思いますが、さすがにこの序盤戦のダメージ、ほら響かないといいんですけどね、ベーダーは非常にプロレス会場を使うのがうまいじゃないですか。場外、しかもエプロンからですからね、通常以上に高さ、その滞空時間、十二分にエネルギーを貯めてのビッグバンクラッシュです。ただしアバラのあたりですよね、心配なのがね。実は先のチャンピオンカーニバルでもこのベイダーと対戦した新崎人生、アバラ骨を公式戦で折られるというハプニングがありました。三沢にとってただ好材料はそのチャンピオンカーニバルでこの全日本プロレスの日本人レスラーとして初めてベイダーからホールを奪っているということです。ただあの戦いも序盤は押しに押されました。三沢、あーラリアット、これも切ってしまった。竹内さん、あのチャンピオンカーニバルの公式戦は、はい、一発逆転ランニングエルボーでしたね。ただですね、あの勝ったことによって逆にベイダーは警戒心を深めてるわけですからね、さらに今日はパワーアップしてくると思うんですよね、はい、これが逆に怖いですね、もちろんミサーもこのベイダーから2つ連続スイートクラッカー、垂直だ。1月22日相手は違いますがこの垂直クラッカーのブレインバスターでミサーは川田から3段ベルトを奪われました。ですね、
この三沢の三冠戦は三沢一人の戦いではありません。ジャイアント馬場が今日引退しました。通算5759試合、そのジャイアント馬場の引退に花を添えるか。三沢今日ベイダーを破ってタイトル奪取となりますと5度目のタイトル奪取ということになります。今年の1月以来、過去三沢は第10代、14代、17代、22代と過去4回三冠チャンピオンに輝いております。そして連続防衛8回という記録も持っている。三冠戦の通算成績は23勝6敗、勝率7割9分3厘。竹内さん、はい、そうしてみますとこの三沢の歴史はトリプルクラウン三冠戦の歴史でもあるわけですね。まさに三冠の歴史はもう今や三沢の歴史になってますからね。確かにベイダーにパワーがある、そしてスピードもありますが、三沢にもトリプルクラウン過去4回輝いた意地、何より新生全日本プロレスを背負っているプライドがあります。さあ三沢エルボー、エルボーです。放送席前、大きくしなるロープ、三沢いったー、ベイダー落ちました。放送席前、三沢が、ベイダーがちょうど前、ちょうど私の前、三沢が私に向かってベイダー一本で竹内さん、ここからですね。ここからですね、ここからどういう攻撃につなげていくかですね。アイスをしている方です。しかしこれは場外、ここで抑え込んでもボールは奪えません。さあどうするか、セントーンだ、場外でセントーン。南原さん、はい、しかし三沢にも勝機が見えてきましたね。あの三沢選手非常に粘りのある、はい、これからの巻き返し期待できると思います。しかし三沢もちょっとお腹のあたりを抑えている。先ほどの場外戦でもビッグバンクラッシュを食らいました。三沢の肋骨のこのダメージ具合が心配ですが、さあどうでしょう。そして三沢青コーナーです。三沢もこのリングを十二分に使ってくる。三沢に対抗時間たっぷり、高い打点でした。バックを取った、どこにそんな力があるのか。そしてニュートラルコーナーのセカンドロープから照準を定めてデモードロップカバーです。しかし竹内さん、先ほどのジャーマンを見てますと、はい、もしかしたらこの試合三沢まだまだ投げられそうですね。まだなんか投げ技で勝負してくる可能性ありますね。チャンピオンカーニバルでは打撃技でした。リングの中央、
得意技です。これをベイダーが打ちました。竹内さん、しかしベイダーもそれほどまでに考えていたということですね。そうですね、本当とんでもない怪物ですよね。はい、しかしこれをしのがずして、明日の全日本プロレスはありません。王道、それはジャイアント馬場が歩んできた道。もしかしたらリバースフラッシュか、それともムーンサルトか。ムーンサルトじゃないですか。ムーンサルトか。ありだ、耐えてくれ。ムーンサルト、これは耐えました。今の決まってたらもう返しませんでしたね。竹内さん、これはギリギリの勝負ですね。危ないとこだったですね。さあ、果たして三沢にもエネルギーが残っているか。ベイダーも立てません。1月31日ジャイアンツとババがこのような戦、そして3月正直言って三沢ミッチャルにとってリングシューズを脱ぎたい、そんな日々が続いた91日間、それを乗り越えて 5.2 東京ドーム大会ジャイアンツババ引退記念三冠統一ヘビー級選手権試合、統一されてから60回の歴史を数えています。さあベイダー、もう一度ミサを捉えて、お、これはビッグバンクラッシュか、コーナー最上段からか、ニュートラルコーナー、ミサは、あ、ミサは立った。ミサは迎撃の用意があります。エルボーを溝落ちに打ち込んで、さあどうする、より高いところから落とせばダメージは2倍、3倍、そしていやいや10倍にもなります。ベイダーは170キロ、投げればチャンスは見えてくる。三沢、三沢投げるか、投げた、三沢投げました。そして先に立ったのは三沢、これこのまま行きたいですね。さらに赤コーナー、三沢ベイダーにダーイビングのリンプレス、さあカウント、カウントは2です。しかしこれは竹内さん、攻めている三沢もこれは苦しい時間帯なんですよね。かなり苦しいですね、でも先に立って打たなければダメですね。はい、さあ三沢先に立ちました、エルボーを打って、そして青コーナーにベイダーを添えて、どうする、これはただ投げてはダメ、三沢そのあたりはよく計算しています。このコーナー、あー、ギリギリだ、三沢考えています。よく投げるんですね、しかし南原さん、この三沢の攻撃もよく考えてますね。理にかなってますね、やっぱり相手はベーダーで大きいですから、はい、どん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 一点集中、首とか狙っていくといいんじゃないですかね。もちろん同じ高さから持ち上げるのは大変だとすれば、高い、日本のプロレスは一種格闘技戦を取り入れたり、選手の引き抜きを、次の攻撃ですね、渾身のエルボー、三沢
三沢の力だけじゃなかったんじゃないですか。三沢にとってね、この三冠戦本当にやっぱり苦しい戦いだったと思うんですよ、はい、しかしね、よくそれを本当に三沢プレッシャーに強いと乗り越えてくれましたね、そして南原さん、はい、この試合途中の三沢の表情、ものすごいものがありましたね。いや、僕はあそこまで感情を出す三沢選手初めて見た気がしました。はい、まあここまで本当にベイダーにいいように蹂躙されてきた全日本プロレスか。ああ今三沢にニューエージヘビー、そしてジャイアント馬場さんとゆかりの深いインターヘビー PWF ヘビー、3本のベルトが三沢の手に戻ってきました。三沢これで5度目の三冠チャンピオン君臨です。やっぱりこの3本のベルトよく似合いますね、三沢選手に。竹内さん、はい、本当に南原さんの言う通りですね。これはやっぱり日本の宝ですからね、そしてお聞きください、この三沢を取り巻く三沢コールではありません、全日本コールです。ジャイアント馬場は確かに1月31日この世を去りました。しかしそのジャイアント馬場が育ててきた王道は今宵王天に東京ドーム、三沢が三冠チャンピオンに輝くことによって再び守られました。そして新たなる王道が今日今この瞬間からスタートします。本当に素晴らしい三沢に伝わる戦いでした。いつまでもこの東京ドームを埋め尽くしたお客さん、帰ろうとしません、微動だにしません、そして立水の余地もありません。それでは三沢の馬場さんが引退した日にチャンピオンに復帰しました、三沢美沢選手です。本当に厳しい戦いでしたけれども、ついにベイダーを止めました。そうですね、まあ、まだ実感は湧かないですけど嬉しいです。本当今日の三沢さんとこの三冠戦、東京ドームのどこかで必ず馬場さんが見ていたと思います。まあ、この馬場さんもね、こういうふうにメインユニットを飾れて、でなおかつ勝ってたことがすごく嬉しいことですし、まあおばさんは今日で引退しましたけども、まあ俺の心の中では社長はいつでもおばさんなんで、その気持ちだけ持ってやっていきます。改めて馬場さんが持っていたインター、そして PWF、 また三沢さんの手に戻ってきました。その感触はいかがでしたか。まあやっぱりね、一回でも多く攻撃力をまた伸ばしていって、まあ、少しでも馬場さんに近づけるようにしたいです。そして今日のドーム大会は去年を大きく上回る6万5000人の皆さんがお集まりいただきました。これだけ集まりましたファンの皆様の前にマイクをお預けします。三沢さんからメッセージをお願いします。今日は本当に前回よりも多くファンの人が見に来てくれたことは本当にすごく嬉しいことです。自分が勝ったよりもこんなに多くのお客さんが来てくれた方の方が今日はすごく嬉しかったです。どうもありがとうございました。
91日間全日本プロレスの未来予想図の設計者として一切の責任を任された三沢、いっそリングシューズを脱ごうかと思い詰めた日がありました。しかしそれを思いとどまらせたもの、それは生前の馬場さんから教え込まれたファンの期待を決して裏切らないファンのためのプロレス、王道プロレスを受け継がなくてはという1年でした。そして今日三冠チャンピオンに返り咲いて、その王道は守られました。三沢率いる新生全日本プロレスはこれからもファンの皆さんと共に歩んでいきます。Mazawa is the winner. He's the Triple Crown champion. I'm the loser. I pray to God right now that the Japanese fans will demand another match. And I will get another chance. I think I've earned one more shot. That's it. Thank you very much. Banzai! Misa-san.三冠ダッシュおめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち聞かせてください。本当ね、まあ本当今日は試合始まるまで本当ね、あの無の気持ちだったんで、本当馬場さんのあれでね、お客さんが入ってくれるかなというだけが心配でしたね。意外と全然緊張しないで今日は試合できたんで、それは良かったのかなと思いますけど、あのベイダーではチャンピオンカーニバルで1回勝ってますけれども、そのあたりの対策みたいなものは立てて臨んだんですか？いや、対策を立てて通用する相手でもないですからね。まあ逆にその時勝ってる分ね、ちょっと攻めきついかなって言って覚悟してちょっと上がったんでね、そこら辺の気持ちが良かったんじゃないかと思います。序盤三沢さんエルボーで行きましたけども、ベイダーアタック、ベイダーハンマーで、あのトップコーナーからエプロン下に落ちるなんてこともあってちょっと心配だったんですけれども、そのあたりのことは流れとしてはこう自分ではある程度仕方がないかなっていうのはあったんですか？もうそれあんだけ体重が違えばね、やっぱり一発一発重いですから、ましてあの首はまだいい状態じゃないんでね、やっぱり横殴りを受けるとちょっと痺れて動きが止まっちゃうっていうのもあったんでね、まあなんとか。まあ、その後逆にベイダーをエプロン下に落として三沢さんの渡米推進がありましたけれども、まあ、ここは一つちょっとかけようかなというのはあったんですか？そうですね、やっぱり密着してたらね、まあ、俺にチャンスはないんで、まあ、対抗できるのは飛び技とかね、ちょっと相手を分けて、まあ、隙を狙うしかなかったんでね。で途中ベイダームーンサルトに来てミサさんかわしましたけども、あなたはもう読み切ってた？そうですね、まだまあ意識があったんでね、あれちょっと意識がなかったらちょっと食らってて危ないところでしたね。そしてベイダーがタイガードライバー来ましたね。だからね、俺もだからダブルアームかどうかと思ったんですよ。でいきなり体ひっくり返ったんでね、まあ彼は彼なりにね、精神的ダメージっていうのも考えて出したんだと思いますけどね。やはり最後は殿下の方とエルボーで決めました。というか、まあ対抗できるっていうかね、まあ次はまた難しくなりますよね。まあエルボー以外でも通用する技をね考えていかなきゃいけないなと思ってますけどね。再びチャンピオンに返り咲いて、またここから厳しくなると思いますが、まあそれはいつものことですから、まあ、それもだいぶ慣れましたんでね、まあ、それは覚悟の上で、その気持ちがないとね勝っていけないんでね、まあ、もっともっと頑張ります。まあ、そして最初にありましたが、今日は馬場さんの引退記念試合、また一つここから新しい全日本というのがスタートすると思うんですが。そうですね、だから今まで、まあ、馬場さんに甘えて、まあ、今日も本当馬場さんの、ね、引退試合っていうんでお客さんも入ってくれたことですしね、まあ、もうこれからね馬場さんに甘えられることはなくなりますんで、ね、もっと一人一人がね自分に厳しくなってくれるように、まあ自分がねその先頭に立って自分にももっと厳しくやっていかなきゃいけないと思ってますから。リング上でもありましたが、多分どこかで馬場さんが今日の試合見てたんだと思います。まあ今日だけじゃなくてね、まあ、ずっと見てると思いますんでね、
まあでも今日、ね、こういう日に勝ってて本当良かったと思って嬉しいです。ちょっと気が早いんですが、チャンピオンダッシュしたチャンピオンミサー見つかるレスラーとして次の目標は何ですか？そうですね、まあやっぱり一つ、まあ一回でもね、多く防衛伸ばしていきたいですしね。まあそれでまあ、ね、次来る人間がもっともっと頑張って挑戦してくれば、もっともっと俺も頑張らなきゃいけないなっていう気持ちになりますんでね。まあ選手同士がいい刺激をし合ってね、でチャンピオンの価値を高めていければいいと思ってますけど。まあ今日はご自分の試合はもちろんですけれども、全体この今回の東京ドーム大会を振り返って、どういう感想をお持ちですか？そうですね、だからまあカードもう決まるのがちょっと遅れてちょっとまずいなっていうのもあったんですけどね、まあ結果的にはこんなにお客さん入ってくれましたし、まあ、今日いい節目にしたいんでね、この後がもっと大事になりますんでね、まあ、今日で終わりじゃないですからね、これをステップにもっともっと全日本プロレスというものをね、もっと大きくしていきたいしね、それは俺だけじゃないと思いますんでね、思ってるのは、まあ、これを今日という日をね、心に残してもっともっと精進していこうと思ってます。最後にファンの皆さんに一言お願いします。まあ、さっき本当リング上でも言いましたけどね、まあ、本当勝ったことよりもね、こんなにお客さんが入ってくれたのが、もう今日に限って本当それが嬉しかったし、まあ、そのね、お客さんに甘えてもばっかりじゃね、いられないんでね、やっぱりお客さんにもっともっとプロレスの素晴らしさというかね、楽しさをもお返ししてあげたいと思います。これからも。